パース作戦とは、アフガニスタン紛争中の2006年7月に、アフガニスタンのウルーズマーン州で実施された、オーストラリア国防軍の軍事作戦である。9日間の策的殺害作戦は、州とターリンコとの北東4 0キロメートルにある、長羅国を相当するという多国籍軍の作戦の一部として、実施され、オランダ軍の陸軍特殊作戦部隊など6カ国から500人以上が、 参加し、オーストラリアからは特殊作戦任務軍が参加した。この部隊は、王立オーストラリア不評連隊第4大隊と特殊空挺連隊で構成され、マークスメサースと中佐が指揮した。飛行機とヘリコプターによる航空支援は連合空軍が行い、オーストラリアの第5航空連隊から CH-47 などが参加した。 ターリバーンの反乱兵と激しい戦闘が行われ、激戦の間に、オーストラリア兵は戦いながら谷を前進し、同期、密接協力作戦の連続によって谷を一掃した。数百人の反乱兵から強固な抵抗を受けたものの、最終的に作戦は成功し、多数のターリバーンが死傷し、谷から逃走した。作戦の後半で、連合軍は、激しい RPG、迫撃砲、 機関銃による銃撃を受け、抑え込まれた。それらを排除するために、オーストラリアのコマンド小隊が戦いながら谷を前進した。ターリバーン兵は激しく抵抗し、繰り返し RPG を制射したので、一人が死亡し13人が負傷した。コマンド小隊は3分の1の兵力を失ったが、オーストラリア兵は負傷兵を構想せずに襲撃を続け、激闘の真っただ中で、 コマンド部隊が、反乱兵を無力化することに成功した。激しい戦いが続き、顎を吹き飛ばされた兵士や足に広範囲の傷を負った、中隊戦人軍装など、何人ものオーストラリア兵が重傷を負った。そうしている間に、 オーストラリア兵を支援していたアメリカ軍の3機の AC-130 ガンシップの大砲や機関銃の弾が切れ、同様にオーストラリア軍の長距離偵察者のジャベリン大戦車ミサイルや機関銃の弾も切れた。パース作戦ではベトナム戦争以来の最も血生臭い戦闘が行われ、合計6人のオーストラリア兵が負傷した。最終的に武器の優越性と圧倒的な空軍の 火力支援によって、オーストラリア兵は大規模でよく武装された、ターリバーン軍を撃滅することができ、オーストラリア兵の何人かは、武勲章を受けた。ターリバーンは、推定150人が戦死した。ありがとうございます。